これは掘り上げた千人称の日本の水芽です。それでこのように見ると離れて出ていたのかなと思うほど、それぞれに根をつけていますよね。ところが親株、これですね、の会計の切り口を見ますと、上と下と垂直に切り口が並んでいますね。これはこれまでにも何本かの小株の掘り上げのムービーで撮影した通りです。そういう場合にはここに一本出て、もう一本が内側に出てと、こう直列的に並んでいる場合が多かったのですが、この千人称の場合には大きい方の水芽、これですね、左側ですが、こう割と親から近いところに出ていたので、その上から出てきた水芽はここに、大きい方の水芽の内側にこう出るスペースがなかったので、横の方に来て大きい方がここ、小さい方がこう横に出てきていたということなんですね。まあ最初に出てくる水芽が自分の位置を確保するわけですから、後から出てくる方は親と、まあ2番目に出てきた水芽は1番目の水芽と親の会計の間にスペースがないと見て、やや横の方に自分の地上への出場所を見出したということですね。この3番目の水芽は、まあこれは掘り上げないでまだこのままなんですが、離れたところ、多分ここからこちら側に離れているところから出てきていると思いますので、親のすぐ近く、これが親ですね、これが3番目の水芽です。すぐ近くから出てきていますよね。まあ親から適正な距離を置いて離れて出てきたものの方が掘り上げやすく、まあその方がいい水芽だという人たちもいますね。まあただ位置だけじゃなく、水芽自身の根がどれぐらい出ているかということも、独立した小株としての良さの一つの長所にもなりますので、一概に出てくる場所だけでは決められないと思うんですね。まあ掘り上げてみて、この会計になる部分とか、こういう根とかですね、そういうものと葉っぱの展開の仕方、それらの総合的な判断で、これは丈夫そうな苗とか、まあこれはあんまり良くないとか、まあ栽培者なら判断すると思うんですね。まあ総合的な観点から判断しないと、なかなか水芽の良し悪しというのは決められないものです。まあここは土を戻して、これら2本は他に植える場所を探すなり、とりあえずは
ポット植えにするなりしようと思いますね。